第3回共通テスト模試の結果出ましたので、またいくつ自己採点の科目合ってたと思います？全部ほぼ全部違いました。はい、8点です。おお、42点が自己採点でしたが8点です。第1志望判定は第1志望岐阜大学ですね。じゃあ始まりました、もちチャンネル。さあ、学児川天さん、はい、はい、やってきました、はるばる大阪。さあ、第3回共通テスト模試の結果出ましたので、そちら見ていきたいと思います。はい、はい、なんかね、前回の共通テストプレイで、いや自己採点合ってるからみたいなこと言ってたらしいですけど、ちょっともうさ、もうめっちゃコメントくんだけど、藤川が切れてますよ、藤川が切れてますよっつって、あー、なんか変な動画あげました、すごい変な動画あげましたんじゃね、めんどくさいよそれに対応するのが。対応したくていいですよ、ね、はい、勉強して伸びたんだからっつって信じてもらえないみたいなこと言って、まあまあ、そんな中、じゃあそもそも信じてもらえるのかっていうのは、第3回の自己採点のですね、あなたいくつ自己採点の科目あってたと思います？全部惜しいですね。絶対惜しくない。ほぼ全部違いました。はい。ね、もう本当に、1個しか合ってなかったんで、はい、いやいや、ちょっと悲しんでください。1個。合ってたのがですね、科学のみです。科学のみ合ってて、あとは全部違いました。自己採点でやってたのは、科学が26点。あ、じゃあ科学が26点。そりゃそうだ。期待値ですね。はい、期待値通りということで。はい。その26点だけが合ってて、あとは全部違ってたということで。はい。じゃあ見ていきたいと思います。最初が地理ですね。はい。いつも地理から見るので、今回もまた地理から見たいと思いますが、地理 B。21点。どっちですか？結果です。ああ。自己採は23です。自己採23点というのは2点。ほぼ合ってます。ポジティブ。ほぼ合ってます。偏差値 28.1、 すげえ F ということで 28.1。 なるほど、そんなのもあるわけですね。だいぶすごいな。してでは続いて国語です。国語は自己採84でしたっけ、点が 88? 8か、はい、88点でしたね。で結果は93点です。おお、上がりました。上がっちゃったよ。93点。で、結果どうだったのかなんですが、まず現代文が17点。第1問ですね。第1問の評論。で、第2問の小説が0点。はい。人の心あんのかって書かれてたやつ。あります。あんな感動の小説をどういう感情で読めば0点なんだみたいな来てましたけど。いや、でもあれめっちゃな、涙もろいは？じゃ、涙流しながら読んでたんですけど。うん、試験中に？はい、涙流して読んでたのに0点ですけど、全然感情移入し間違えてたって。ちょっと演技するんだから、その台本来て全然違うところに入れちゃダメですよ、感情。これが高かったのかな。あの資料問題が12点で、古文が28、意外と取れてますね。で漢文が31点ということで、あら、意外と取れていたという結果でございます。あら。自己採が31点が88。自己採は88だったのが93に上がってましたので。偏差値はでもまだ 45.3。D 判、あ、でも D になった。EF じゃねえ。D 判定ということで。医学部ですよ、あなた。医学部志望ですよ。はい、すいません。はい。じゃあ英語です。英語リーディング。そんな英検4級もできないで、そんな42点も取れるわけないだろうっつって、今できますって言った。できます。あの結果で、ちょっと、アイドルルナに負けてましたけど。できます。できます、できます。はい、大丈夫です。その結果は、42点が自己採点でしたが、はい、50点です。いや。上がってます。半分取れてます。そうなんですか。下がってると思ってました。偏差値 46.3、学力レベル D。まあまあ、まだ偏差値46なんだけど。40もないと思ってました。いや、やばいだろ、40。いや、だっていつも自己採点間違ってるじゃないですか。だから42が36とか。ああ、これだって間違ってるわ。まあ、まあ、そうなんですけど、こっちはなんか違うじゃないですか。ちょっと上がってるから、自己採点ですか。英語リスニング、48点と自己採点で言ってましたが、なんと60点です。へへへ。そうなんですね。12点アップ。いや、それどうなのって思うんですけど。多分計算間違い。計算間違いなの？偏差値 51.3、学力レベル C。50もあるんですか？50もとか言うな。医学部C50もとか言うな。
じゃあ C もあるんですか。そうそうそう、学力レベル初めての C です。びっくり、初めての C。 すごいね、ここまで勘を当てられるって。勘じゃないっすよ。すげえな、やっぱり勘じゃないっすよ。勉強してます。なんか英検3級の勉強すごいやってたからとかって言ってましたけど、英検3級の力、はい、なのか。はい。英語はリスニング合わせて合計で110で偏差値 48.3D、それでも D なんだ。そりゃそうですよ、当たり前でしょ。はい、100点超えたら落ち着けると思って。いやいやいや、全然です。だって6割いってないからね。5割でしょ。 5.5 だから全然それじゃダメ。うわー、まあまあまあ英語上がったということで、はい、はい、そんな中数学ですよ。数一 A 自己採点35が結果19点です。超じゃねえ。なんだ超って。19点です。はい。まあまあまあ。まあまあじゃねえよ。19点だよ。いや、多分、俺、もっと取れるわ。さすがに。今やっても。もうバグです。バグ？あなたの存在がってことですか？それはひどい。19点。偏差値 16.3。もうダメだ。学力レベル。数学もっとできると思うんですけども。F！はい、勉強してるの。おなじみの F でございます。フィジカルの F？ そう、自分で言い出したよ。自分で言い出したよ。コメント書いてあったら、コメント見たら書いてあったんですよ。コメント見ちゃダメって言ったじゃない。見たくないんですけど見ちゃうんですよ。数二 B 自己採点29点ですね。自己採点29点で14点。うわ、僕の昔の学籍番号。学籍番号？学級。知るか。あのなんだ、出席番号。出席番号。知らないよそんなこと。はい。個人情報。偏差値21、学力レベル F ということで。数学やっぱすごいなぁ。数学1に合わせて33点だもん。偏差値 23.4F ということですね。はい。なるほどね。ああ、まあそう。数学はやっぱやばいっすね。2つ合わせて33とか。頑張ります。で、A 数国総合が 36.8 偏差値で F ということで。はい。英語で、まあ、もうなんていうかもう多分皆さんの状況がバグだと思うんで、もうなんか、60点ですげえ、わあ、高ってもはや思えてしまう。これもバグってるんですけど、感覚が。そう、低いから。で、物理いきます。物理が、あ、まあ、科学はさっき言いましょう。科学は26点で合ってたと。はい。同じだったと。で、偏差値 40.7 で、学力レベル E。はい。で、物理が自己採39点だったのが、31点下がりました。偏差値 40.7 で E。はい。科学と同じですね、全く。30しかなくても40も偏差値があるんですか？ちょっとね、偏差値ってものが分かってないっていうのがよく分かるわ、それ。偏差値って何でしたっけ？平均？なんだ？また出る。はい。偏差値イコール平均つってみんながもう笑って笑う。うわーっつって偏差値イコール平均名言出たっつって。こうまた藤川五六に追加されましたよ、ね。後で。はい。しません。はい。で、あと、情報。自己採点33点だったのが30点。偏差値 12.7。何がですか？偏差値 12.7。F、情報。情報やば。12.7 とかあんだね。わー。すごくない？だって、リッコ28も超越してるじゃん、もう。12。やば。28よりもはるかに。でも情報、そうか。はい。で、国理6教科8科目型、344点、偏差値 31.7 で F と。理系では 35.2 で F ということでございました。はい。いや、なかなかすごい点数でございます。はい。で、まあね、順位はね、見るとやっぱ下いるんでね、それに驚くよね。まだまだ下がいるっていうことになかなかの衝撃を覚えますけど。まあでも、ちょっとだけ伸びてる。伸びてんの？成績推移。まあまあ、英語は伸びてますよね。F だったのがね、D になってるからね。国語も F から D に、まあ確かに上がってはいますけどね。でも数学は F の、だから数一 A なんか下がっちゃってるし、ね。数学うまくいかない。物理は下がってるよ。物理は学力レベル D から E に下がってるし。あとは同じ、全部。ということでした。じゃあ、志望校判定ですかね。はい。行ってみたいと思います。はい。志望校判定は、第一志望、岐阜大学ですね。はい。はい。岐阜大学医学部が、もちろん E 判定です。ボーダー770点に対して360点。第一志望217人中215位。下がーってそっちを喜んでもダメですよ。いやー、喜んでないですけど。次が総志望者805人中800位。下が5人もいるよ。ちょっと勉強しろ。はい。違う、今その下の人に言ったんだけど、まあ、下の人、まあ受けてないんじゃないかな、多分ね。教科足らないとか、受けてない。書いただけみたいな感じです。
書いて試験途中で帰ってるとか休んでるとか。第二志望、はい、何大ですか。第二、はい、名古屋大学、はい、名古屋大学は、はい、いい判定、ボーダー827点で360点。827高いね、やっぱさすが名古屋大。438人中435位。わあ、下3人いるんですね。総志望者数784人中779位ということでした。続いて第3志望、浜松医科大。もちろんいいでございます。はい。ボーダーが385点の中で180点。第1志望者246人中243位。総志望者数741人中732人。まだ下がいるっていうのが驚きだよね。無理やり書かされてるのかな。そして、さあ、本命の帝京大学です。はい。帝京大学を第1志望じゃないんですね。まあ、まあそうですね。私立の中では第一志望にしてるんですけど。はい。帝京大学 E、ボーダー偏差値65に対して偏差値 42.6。139人中120位と、やっぱり結構私立舐めて書く人多いね。下に19人もいるって。総志望者数851人中795位。すごい下がいる。まあ、でもそうか。科目数が少なくなるから、英語の比重がすごく高くなるのか。うん、ただこれ、英語理科型なの、これ。協定で出すとってことですか？配点として英語と理科しかない。続いて、愛知医科大。愛知医科大学が、第5志望で、もちろん E 判定。ボーダーがある偏差値 62.5 に対して 37.2。舐めないでください、愛知医科大を。本当に。いや、舐めてないです。212人中第1志望者209位。総志望者771人中761位と。なるほどね。そして次、藤田も書いたんですね。はい。藤田医科。愛知県は全部書こうかな。ああ、なるほどね。藤田医科 E、ボーダーが偏差値65で、偏差値 36.8。おめでとうございます、ほら。最下位です。いらないです。321人中321位です。いらない。おめでとうございます。いらない。総死亡者数332人中824位。はい、ね、総死亡者数が最下位でもちょっと違う、あ、第1、うん、いやー、まあまあまあ、藤田はね、関西医科大学最後ですね。ボーダーラインが偏差値70、高いね、に対して、うん、メディカルラボの教務の方が、うん、関西圏って一番難しいって言ってました。関西医科大、うん、最近すごい私立の中では難しいって言ってました。大阪以下を超えるって言ってました。偏差値70あるもんね。37.2 あるかな、偏差値が。で、514人中513位。あ、1人います。下が。で、総志望者1166人中1160位。最下の6人ですね。いやー、なかなか。そうです。まあだからね、世の中的に見ればあなたぐらいの成績の人なんてゴロゴロいますけど。でも、医学部志望となったらこうなるわけですよ。ほぼ最下位。ほぼ底辺っていう風になるので。そういうことです。それぐらい医学部というのは違うので。難しい。なのに目指すの？はい。はい、即答したよ。ということでございました。はい、じゃあ次回は、技術ですね。はい。技術模試の結果を見ていきたいと思いますんで、はい、そちらも、いこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。テキパパチン。さあ、いよいよ、技術ですよ。さあ、どうなのか。お手洗い行ってもいいですか？はい。お手洗いって、便秘が治りました。